今回は YMO の1979年から1980年、歴史的大ヒットとなったセカンドアルバムソリッドステートサバイバーの話を中心に進めていきます。セカンドアルバムの制作の少し前、ファーストアルバムをアメリカで出すにあたってリミックスが行われたのですが、リーダーでプロデューサーでもある細野晴臣さんは1979年2月、単身渡米しアル・シュミットと共同作業をします。その結果出来上がったサウンドはアメリカナイズとされたもので、細野さんは違和感を感じたと言います。細野さんという人はそれまでアメリカの音楽をずっと追ってきた人でもあるんですが、それがその時アメリカの保守性みたいなものを感じていて、むしろ東京の方がカオスで面白いものが生まれるんじゃないかと思い、日本東京発のサウンドというものを明確に打ち出そうと考えます。また高橋幸宏さんは当時ニューウェーブ、ポストパンクが流星になってきていたイギリス寄りのサウンドになるよう働きかけていたみたいです。坂本龍一さんも幸宏さんに近いスタンスで実験的なニューウェーブ、ポストパンクに傾倒していったみたいです。そういった意識の下で1979年3月、セカンドアルバムの制作に入り、レコーディングは6月まで続きました。ではセカンドアルバムソリッドステートサバイバー聞いていきましょうか。1曲目、テクノポリス。坂本龍一さん作の曲です。冒頭のトキオというボコーダーボイスからしてインパクト抜群で、その後もキャッチーなメロディーが続きます。この曲は、坂本さんがピンクレディーの曲を研究して作ったと言われています。ちなみに YMO はごく初期のライブでピンクレディーのウォンテッドをカバーしていて、その頃から日本、当時の東京、そこから生まれる文化みたいなものをメタな視線、つまり一歩引いた神の目線で見て面白がるという感覚があったのだと思います。ソリッドステートサバイバーは当初仮タイトルとしてメタマーと呼ばれていたそうで、まあメタモルフォーセスと近いニュアンスで変異体みたいな意味です。またメタフィクションとかのメタっていう言葉もかかっていて、テクノポリスはそのメタマーというコンセプトを象徴するような曲だと思います。歌謡曲の中でも変異体的だったピンクレディの曲をさらにメタモルフォーゼさせたような、全くそれまでの音楽とは違った感覚でありながらも、すごく日本的、東京的と感じる YMO の代表曲の一つです。2曲目、アブソリュートエゴダンス。細野晴臣さん作の曲で沖縄民謡の要素が取り入れられています。細野さんのトロピカル3部作からの流れを組んでいるエレクトロチャンキーミュージックの最終到達点みたいな曲だとも言えますが、土着的な雰囲気はあまり感じられない人工的なエレクトロポップになっています。非常に能天気で楽しい、踊りたくなるような曲ですよね。3曲目、ライディーン。誰もが聞いたことがあるであろう高橋幸宏さん作による YMO の代表曲です。黒澤明監督の時代劇映画とスターウォーズのような SF 映画を掛け合わせたようなイメージで作られたそうですが、まあ、そもそもスターウォーズに黒沢オマージュがかなり入っているっていうのは当時どれぐらい認知されていたんでしょうね。また逸話として幸宏さんが歌った鼻歌を坂本さんが譜面に起こしたと言われていますが、実際には幸宏さんはキーボードでメロディーを作っていて、それに坂本さんがコードをつけたりして編曲していったということらしいです。まあ、ニュアンスの違いといえばそうなんですが、どうも幸宏さんが作曲初心者でなんとなく鼻歌で歌ったものを坂本さんがすかさず拾って割り箸の紙にこう楽譜を書いたとかみたいなところがこう誇張されて広まっちゃってる気がするんですけど、幸宏さんは78年のソロアルバムでもしっかり曲を作っているし、なんか勘違いが結構あるんじゃないかなと思っています。この曲は、時代劇プラス SF のイメージから細野さんが馬の走る音をシンセで入れたり、感想では細野さんと坂本さんで光線銃風の音で戦ったりこういろいろ遊びまくっていて、まあ聴いていて飽きない楽しい曲ですね。タイトルはもともと江戸時代の力士ライデンからでしたが、ロボットアニメの勇者ライディーンっていうのにもイメージが合うということでライディーンになったそうです。
4曲目キャスタリア、坂本さん作の曲で非常に重厚な雰囲気の曲です。もともとは旧ソ連の映画監督アンドレイ・タルコフスキー監督の作品、惑星ソラリスをイメージして作られたそうです。A 面1曲目から3曲目までが非常にアッパーで明るい曲調が続いていたので、ここで急激にクールダウンって感じですが、後の BGM やテクノデリックまたは坂本さんのソロ作への布告のようにも聞こえる曲です。5曲目、 Behind the Mask。 アナログ版ではここから B 面になります。作曲者はオリジナルの LP では坂本龍一&高橋幸宏となっていますが、後の CD とかでは坂本龍一単独のクレジットになっています。もともとは坂本さんがセイコーの CM ソングとして作ったものでしたが、本人も気に入っていた曲だそうで、クリス・モステルさんによる歌詞が加えられ YMO の曲として取り上げられました。個人的には冒頭のシンセのアルペジオが星の瞬きのように思え、全体的なサウンドも星空とか宇宙的な広がりを感じる曲ですが、歌詞は人間の内面を問うような哲学的な内容になっています。一方でこの曲は海外で人気があり評価の高い曲で、ワールドツアーアメリカヨーロッパで演奏した時、この曲で観客が踊り出すってことが多くあったようなんですね。この曲はロックンロールだと欧米の人は感じたそうなんですが、やっている本人たちはなんでこの曲が特にって不思議に思っていたそうです。さらにあのマイケル・ジャクソンがこの曲をカバーして1982年のアルバムスリラーに収録するという話もあったんですね。大幅にマイケルが歌詞を書き足して録音もされていたのですが、権利関係とかが折り合わなかったのか、坂本さんが拒否する形でスリラーには収録されずお蔵入りになっていたのですが、マイケルの死後未発表曲を集めたマイケルというアルバムに収録されました。またそれ以前の1986年頃からエリック・クラプトンがマイケル・ジャクソンのバージョンのカバーという形でライブで取り上げ、後にオーガストというアルバムに収録されています。このクラプトンのバージョンを聞いてみると、確かにこれはロックだって感じはしますね。6曲目、デイトリッパー。これは言わずと知れたビートルズのカバーですが、アメリカのニューウェーブバンドディーボの1978年リリースのファーストアルバムに収録されたローリングストーンズサティスファクションのカバーからインスパイアされたものになっています。このカバーは大胆に変則的な突っかかるようなリズムにアレンジし、非常に衝撃的だったみたいです。で、この曲をやるまでの経緯がありまして、1978年12月の YMO のライブで、シーナ&ロケッツの鮎川誠さんをゲストギタリストに迎えることとなり、その際何かカバー曲をやろうという話になって、ディーボバージョンのサティスファクションをやるのと、それと同じ感じのノリでビートルズのデイトリッパーもやろうということになったそうです。そして1979年セカンドアルバムのレコーディングに入ると、ロック・ニューウェーブ的な方向に音楽性が向かっていくにつけ、鮎川さんをレコーディングに起用することとなり、それならっていうことでこのデイトリッパーが収録されたようです。初めて聞いた時は変則的でどう乗っていいかわからなくなるリズムだなと感じましたが、こういった過去のものを解体して再構築するのが当時のニューウェーブのニューウェーブたるところだと思います。鮎川さんのギターソロはすごくロックしていてキレッキレでかっこいいですね。今聞くと普通にかっこいいロックナンバーだなって感じもします。7曲目、インソムニア。細野さん作のダウナーで怪しげな曲。不眠症がテーマになっているそうで憂鬱な雰囲気が漂います。この曲は他の曲が出揃った後に作られたそうで、アッパーな曲が多い中でバランスを取るためにダークな曲を作ったと細野さんは後に語っています。一般的には、YMO は1981年のアルバム BGM からダークで難解な音楽性になったと言われていますが、この曲やキャスタリアなんかはBGM に入っていても違和感がないと思うのですが、どうでしょう。8曲目、ソリッドステートサバイバー。
ラストは幸宏さん作の6色の強い曲。この曲でも愛川誠さんのギターがフィーチャーされていて、さらにエフェクトがかかり歪んだ声が SE 的に入ってかなりノイジーな印象です。メンバーは当時これをデジタルパンクと呼んでいたそうで、ディーボなどのニューウェーブの影響がかなりあると言っています。個人的にはかっこよくて、めちゃくちゃ好きな曲ですね。このアルバムソリッドステートサバイバーは1979年9月にリリースされますが、時間を少し戻しまして、ファーストアルバムのアメリカでのリリースの話が進んでいた時期、ワールドツアーの話が持ち上がってきます。これはアルファレコードを村井邦彦氏と共に立ち上げ、 YMO にもエグゼクティブプロデューサーとして関わった川添翔郎氏と、海外での提携先 A&M レコードとの間で話が進められ、当初10月のロンドンからツアーは始まる予定でした。それがたまたま A&M に所属していたチューブスというバンドのメンバーが YMO のテープを聞き気に入って、8月のロサンゼルスでのライブの前座にどうかと言ってきたんですね。それがグリークシアターという6000人ほどのキャパの会場での 3days という公演でして、急遽それを引き受けます。チューブスというバンドはサンフランシスコ出身の、グラムロックの流れを組むバンドで、ド派手な演出のライブをやって当時かなり人気があったようです。そこに全く無名の日本人のバンドが前座で出るわけで、完全にアウェーな状況だったと思うのですが、3days の初日から意外にも反応が良く、それを見た川添さんはこれはいけると思ったんでしょうね。ビデオ撮影のクルーを手配し、3日目のライブの様子を撮影させます。そしてそのビデオテープを日本に送り、それが NHK のニュースで日本のバンドがアメリカで大喝采みたいな感じで流れたそうなんですね。こういった手配をこの川添さんがやっているんですけども、ものすごいやり手というか、すごく広いコネクションを持った方なんだなというのが伺えますね。で、この NHK での放送が日本での YMO がブームになる最初の一歩になりました。それでも9月のソリッドステートサバイバー初週の売り上げは1800枚ほどだったそうで、一気に人気爆発とまではいかなかったようです。そして10月予定通りワールドツアーに出発します。グリークシアターから続いてメンバーは YMO の3人とサポートとしてギターに渡辺和美、キーボード矢野明子、シンセサイザープログラマー松竹秀樹、特に松竹氏のモーグ 3C とローランド MC8 など同期システムを持ってのツアーは前代未聞で、機材トラブルもあったそうですが、そこは演奏力で乗り切ったようで、全員が高いスキルを持ったミュージシャンであったことがうかがえます。グリークシアターはキャパ6000人ほどでしたが、トランスアトランティックツアーの会場はキャパ数百人の日本でいうライブハウスツアー的な感じだったようです。ロンドンから始まり、パリ、アメリカに渡り、ニューヨーク、ワシントン DC、ボストン、フィラデルフィアも予定に入っていましたが、会場の環境があまりに悪かったためキャンセルになっています。ライブの反応は正直まちまちで、全然受けない会場もあったようですが、ロンドン公演は大盛況で、会場に入れない人たちが外に1000人ぐらい集まったとか、そのため急遽西ベルリン公演を中止にし、ロンドンで追加公演をやったそうです。当時のイギリスの音楽シーンの流行はパンクからニューウェーブに移り変わり、実験的なポストパンクやエレクトロポップが台頭してきている時期だったので、タイミングがバッチリあったのでしょう。ここから YMO はニューウェーブの一員と認識され、イギリスのミュージシャンとの交流も生まれていきます。アルファレコード社長村井邦彦氏はアメリカでの成功を目指していたので、この辺りからメンバーと意識のズレが顕著になってきたのかなと思われます。トランスアトランティックツアーは1979年11月6日のニューヨークボトムラインを最後に YMO は帰国するのですが、このツアーの間、日本ではおそらく実際よりも盛った感じでライブの様子がメディアで紹介されていたようで、その効果もあってかソリッドステートサバイバーはオリコンチャート上位に上がり、10月にはテクノポリスをシングルカット、これは最終的にオリコン9位を記録するヒットになります。
そして12月19日の中野サンプラザでの公演はチケット発売から30分でソールドアウトするという人気ぶりで、ここで日本における YMO の大ブレイクが決定的になったという感じですね。このトランスアトランティックツアーおよびグリークシアターでのライブの音源からライブアルバムパブリックプレッシャーが制作され、1980年2月にリリースされます。このアルバムは YMO 初のオリコン1位を記録する大ヒットになります。しかしこのアルバム、契約上の問題なのか何なのか、渡辺和美さんが所属していた日本コロムビアの意向でギターの音がカットされ、代わりに坂本さんのシンセをダビングしてのリリースとなりました。しかしこのことで逆にそれまでの YMO にあったフュージョン的なテイストが薄まり、テクノポップのイメージが決定づけられる一つの要因にもなったと思います。ちなみに1991年に渡辺さんのギターの入ったバージョンのトランスアトランティックツアーを収録したライブアルバムがフェイカーホリックとしてリリースされています。1980年から富士フィルムのカセットテープの CM でテクノポリスが起用され、続いてライディーンも起用されてシングルカット、この2曲が YMO の代表曲になります。1980年3月21日より日本国内のツアーテクノポリス 2000-20 が行われます。サポートメンバーは矢野明子さんが産休のためキーボードに橋本一子さん、ギターに大村健二さん、シンセサイザープログラマー松崎秀樹さん、一部の公演で大村さんが体調を崩し、鮎川誠さん、藤本敦夫さんがギターで参加しています。1980年6月にミニアルバム増殖をリリース。アルファレコード側はパブリックプレッシャーに続くライブアルバムの第2弾を提案しましたが、メンバーはそれを拒否して、スネークマンショーによるブラックなコントを曲間に収録した10インチのミニアルバムが制作されました。ここで収録された新曲ナイスエイジはブリティッシュテイストの強い歌物エレクトロポップ、感想で入るナレーションは元サディスティックミカバンドの福井美香さんによるものです。1980年1月にポール・マッカートニーが来日した際、大麻不法所持で逮捕されますが、イギリス在住でポールと交流があった美香さんがポールの奥さんリンダ・マッカートニーからのメッセージを読み上げています。タイトゥーンアップはアーチーベル&ザ・ドレルズによるファンクナンバーのカバー、シズンズ・オブ・サイエンスは大村健二さんのギターがフィーチャーされたニューウェーブ色の強いアップテンポの曲です。マルティプライズはスカの曲で、当時のイギリスのツートンレコードのザ・スペシャルズなどが台頭してきたことに触発されたものだと思います。全体にテクノポップというより生演奏の割合が大きくなっていますね。このアルバムもオリコン1位を獲得する大ヒットとなり、パブリックプレッシャー、増殖ともに約40万枚の売り上げになりました。そしてソリッドステートサバイバーに至ってはトータルで100万枚を超える売り上げになりました。この100万枚というのは邦楽のアナログ LP では、全部で4枚しかないという結構すごい記録だったりします。1980年10月から2回目のワールドツアー、イエローマジックオーケストラワールドツアー 80s を敢行。サポートメンバーはギター大村健二、キーボード矢野明子、シンセサイザープログラマー松竹秀樹、イギリス、西ドイツ、オランダ、スウェーデン、フランス、イタリア、アメリカを約1ヶ月で回るツアーで、前回のライブハウス規模の会場とは違い、ホールが中心のツアーとなりました。そして年末、12月24日から27の4日間、日本武道館での公演、そして12月31日には日本レコード大賞の優秀アルバム賞を受賞するなど、1980年を通して YMO は大ブームになり、日本中を席巻していきました。しかしその一方で、急激に売れてしまったことでのプレッシャー、多忙により心身ともに疲労してしまったことなど、いろいろなことが重なっていって、2回目のワールドツアーの前あたりから、
特に坂本さんは精神的にかなり参ってしまっていたようなんですね。はい、今回はこの辺りで終わろうと思います。次回は YMO 大ブームの反動からできてきた1981年の BGM テクノデリックを中心とした話をしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。